やあ、どうもマリサだぜ。やっほー、霊夢だよ。どうもです、ヨウムです。デッドバイデイライトをやっていくぞ。さっかく、かなり久しぶりのナースだね。ああ、かなりな。前に使った時かなりぎこちなかった気がするけど使えるの？あ、ミンちゃん。いや、ぶっちゃけると全く使える気がしない。今のはミンちゃんタイミングが悪かったわね。すごく自信がないみたいだけど大丈夫なの？ナースは使っていて結構楽しいからとりあえずは楽しんでいこうと思う。そうだね。最初から上手な人はなかなかいないと思うし、それにまずは楽しむことが大事だと思うわ。確かにな。うん、少しずつ慣れていこう。そうだな。あそこにシェリルもいるわね。今はミンちゃん狙いだ。あち？もう少し左だったわね。ふう、なかなか難しいな。この奥に行ったみたいね。あれ、追わないの？シェリルか。なるほど、シェリルがブロックしていたから進めなかったのね。とても仲間思いだね。ああ、それじゃあシェリルを追いかけてみるか。捕まえたよ。やったぜ、今のはなかなかね。よし、この調子で。あ、破滅が。壊されちゃったわね。まあ1分頑張ってくれたからいいんじゃないか。壊されちゃったものは仕方がないものね。頑張っていこう。おうよ。シェリルが救助されたよ。いいタイミングの救助ね。やべ、行き過ぎちまったぜ。今のはもったいないわね。もうちょっと手前にブリンクしたかったね。少し溜めすぎたな。でもここからならミンちゃんの位置がわかりやすいし捕まえることができるかもよ。行くぜ。右だよ。この距離なら捕まえたぜ。いいわね。やったね。お、もう回復したのか。もしかしたらきっとヤリトゲルを持ってきているのかもしれないわね。いいパークだよね。ああ、私も大好きだぜ。よいしょ。そこの発電機を二人で修理しているみたいね。こっちに向かってくるよ。これはおとりになるために来たのか。後ろの二人が逃げやすいように前に出てきたのかもね。みんな仲間思いだね。ああ、とても素晴らしいことだぜ。ここはすぐに離れた方がいいと思うぞ。この板は厳しいわね。シェリルがこっちに来るよ。やるな。少しでも時間を稼ごうとしているのね。ということは今頃クロちゃんが救助に行っているのかな。かもしれないわね。すぐにミンちゃんの様子を見に行こう。これはシェリルが救助にそのまま向かったのかしら。そうかも。こっちに誰か来るか。シェリルよ、了解だ。うまくいったね。今のは偶然うまくいったが、これを狙ってできるようにならないといけないな。上に行ったみたいね。上に行かれるとちょっと大変だけど、ナースならブリンクができるから大丈夫だね。戻ってきたわ。届け。ギリギリ届かなかったわ。でもデッドハードを使わせることができたよ。今度こそ捕まえたぜ。さっきのはいいタイミングの救助だったね。とてもいい連携だったと思うわ。今のところ修理があまり進んでいないのが幸いだな。引っかかっちゃった。ぴったりハマっていたわね。吸い込まれるようにぶつかったな。この声は、みんちゃんね、すまんな。やっぱり鋼の石をつけていないと見つかりやすいわね。負傷した時のうめき声が聞こえちゃうもんね。そうだな。それにしても本当にいいタイミングで救助するわね。奥で治療しているな。早い。確実にきっとやり遂げるね。やっぱりいいパークだな。タイミングが重要になるけど、うまく活用できれば本当に強いわよね。結構有効時間長いから、他にも負傷している人がいたらその人たちもパパッと治療できちゃうもんね。みんちゃんゲージがなくなってきているわね。そろそろ様子を見に行ってみるか。多分誰かが救助に行っているよね。いないね。近くにはいそうだけど。お、クロちゃんか。これなら一発入れられるわね。みんちゃん早く逃げなきゃ。あれ、どこ行ったのかしら。すまん。みんちゃーん。クロちゃんいたの？多分みんちゃんを守ろうとしたけど間に合わなかったんだな。みんちゃん最後だものね。クロちゃん逃げて。すまん、見逃すわけにはいかないんだ。クロちゃーん。クロちゃんは頑張ったわ。救助はタイミングが難しいよな。うん。また会おうぜ。クロちゃんが救助されたわ。距離が近いからバベチリに反応しないね。お、ジェイクちゃんか。やべ、ダメすぎたわね。見失わないようにしなきゃ。そうだな。そこにいるわ、くらえ。相手。ナースが板でスタンするのって結構珍しい感じがするね。ナースが板に当たることはほとんどないからね。さっきのもブリンクして板を避けるように回り込んでから攻撃する方が本当はいいんだろうな。クロちゃん。すまん。タイミングが悪かったわね。二つ目の発電機がついたよ。破滅が壊された時はどうなるかと思ったけど結構緩やかなペースね。このマップは発電機の場所が結構わかりにくいから探すのに手間取っているのかもしれないな。確かにこのマップはわかりにくいわね。確かあの部屋の前にある案内塔みたいなものがチカチカしているところに修理していない発電機があるんだっけ？ああ、そうだぜ。修理し終わったら点滅しないでちゃんと点灯するのよね。これを知っていると少しは発電機を見つけやすくなるかもな。そうだね。クロちゃんが救助されたわね。あ、シェリルがいるよ。シェリルは早めに退場させておきたいな。
見てても上手そうなのがわかるものね。うん。追わず肉傷状態にできたのは大きいな。追いかけてあと一回攻撃すればいいだけだものね。いたよ。これならいけそうだぜ。見失いました。なんてこった。今声が聞こえなかった？近くにいるみたい。あ、気づいてないのか？このマップはどこにキラーがいるのか判断するのが大変だものね。効率く手筋がないと厳しいかも。確かにな。コーラショ。オーラが見えないわね。近くにいるのかも。お、クロちゃんがいるな。シェリルもいるわ。なんだと？みんなこの近くにいたみたいだね。まあシェリルはさっきまでチェイスしていたからね。これはシェリルを警戒した方が良さそうだな。ジェイクちゃんが救助されたよ。それじゃあここら辺に誰か来そうだな。あら、ジェイクちゃんね。来てくれて嬉しいが、ジェイクちゃんを捕まえたかったんじゃないんだ。先回りされたら逃げようがないよね。また会おうね。奥に誰か見えるな。残り発電機は3つで2人だから落ち着いてやれば勝てそうだね。この調子で行きましょう。おう。あ、ミスった。本当に大丈夫かしら。はは。見当たらないな。そこに誰かいるわ。クロちゃんとシェリルだよ。これはチャンスよ。捕まえてみせるぜ。また見失ってしまいました。何してんのよ。ごめんなさい。あ、足跡があるよ。やっと見つけたぜ。まだ近くにいるといいけど。いたよ。クロちゃんか。ミスった。そこにいるよ。出てきたわ。くう、間に合わなかったか。クロちゃんよく見ているね。そういえば今更だけど、クロちゃんって2鍵を持っていなかった？マジだ。そういえばロビー画面で持っていた気が。全然気づかなかったぜ。緑の鍵だったらいいけど、紫以上だったらハッチから逃げられちゃうわね。なんとか阻止しないといけないな。そういえばさっきの発電機の近くにハッチみたいなものがあったよ。マジか。それだったらまずいわね。また会おうね。よし、じゃあゲート勝負だな。鍵でハッチから逃げられないように警戒をしないといけないね。でも反対側のゲートで待機されていたらもう間に合わないわよ。すぐに向かえば間に合うんじゃないか。もう一つのゲートは結構遠いみたい。急がないと。あ、逃げられちゃった。まあ今回は仕方がないさ。そうね。よし、では今回はここまでだぜ。最後まで見てくれてありがとね。次回も見てくれると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。